はい、今回ご紹介のお部屋は北磯子団地、4号棟ですね。1階、まあ団地なんで階段なので1階がいいですねのお部屋で、 3LDK の、3LDK 66平米ですねのお部屋のご紹介です。県東北線、根岸徒歩20分、まあ、ちょっと歩くのは厳しいかもしれないです。玄関にはセパレートカウンター形式のシューズクロスです。で、入りまして左手に洗面室ですね。洗面化粧台は三面鏡になるタイプで、そのまま奥にトイレ、リプシル製の、トイレで窓がついてます。なので換気は大丈夫ですね。壁掛けリモコンもついてます。で、バスルームも新規交換してあります。こちらにも大きな窓がついてます。もちろん追い焚き機能、まあ浴室乾燥機はついてないです。で、奥に入りまして洋室です。こちらの洋室は、6畳、6.2 畳の洋室です。クローゼットありますね。スリット棚、ハンガーパイプのクローゼット、フローリングも非常にこの木の質感があって非常に雰囲気がいいです。で、リビングダイニングキッチン 10.8 畳、ここも非常にこうおしゃれで、カウンターですね、カウンターがあって照明器具があります。で、壁一面にはアクセントの柱で間接照明とダウンライトがうまくこう入ってて非常におしゃれですね。暖かい感じがします。で、システムキッチンも新規交換してあります。上部に釣り戸棚のないタイプ、水栓は浄水器内蔵型のシャワー水栓ですね。で、両面、まあこちら側は北側ですけど窓が非常に多くて、明るい部屋だと思います。で、ここが可動間仕切りなので、まあ、オープンでリビングとして使っていただくイメージだと思います。こちらが 5.3 畳ですね。こちらには特にクローゼットとかはないので、まあ、リビングスペースとして使っていただくイメージでしょうか。なのでこちらはダイニングテーブルなんかを置いた方がいいのかもしれないですね。で、隣には5畳の、こちらは洋室ですね。なので大きめのクローゼット、天井までの高さのハンガーパイプのクローゼットがついてます。で、バルコニー1階です。南向きバルコニーはまあ標準サイズというか、普通の一般的な、サイズだと思います。で、前も建物の距離があるので全然圧迫感とかはありません。まあ、むしろこう緑がねあるので非常にいいと思いますね。で、このバルコニーに収納庫、物入れ、あ、いいですね。まあ 0.5 畳ぐらいでしょうか、収納スペースがあります。まあ、アウトドア用品とかね、ゴルフバッグとかも入ると思います。はい、以上北磯子団地4号棟の、ご紹介でした。